現実の出来事、それとも幻覚？そういえば天心は？え？天心は大丈夫だったのか？うん、アスカ君のおかげで助かったよ。さっきおじいちゃんが連れて帰った。そっか。昼か。なんか食べる？じゃあもう試合終わってんな。そうだった、あんなに楽しみにしてたサッカーの試合だったのに。ごめんなさい、天心のせいで。もういいよ、アスカ君。乙女心、危機一髪。我が風水を司るシェンロンよ、ハウユンライラ、この乙女の願いを叶えよ。よ、大好きな先輩に告白するにはオレンジのリップクリームを塗って告白すればきっとうまくいくはず。頑張って。頑張ってと。なんかここんとこアクセス数が減ってきてんだよな。え、そうなの？ほら最近三雲神社で始まっただろ、陰陽占いっての。あれ結構評判良くてさ、その影響出てんのかな。よそはよそ、うちはうち。で、次は？明日はサッカー部の彼の大事な試合がある日。じゃあ、もう試合終わってんな。どうした？ううん、なんか疲れちゃって、今日はもう寝る。じゃあ、また明日な。おやすみ。アスカ君が大事な試合に出られなかったのは私のせい？私のせいでアスカ君が危険な目に遭うの？でもどうして？私はアスカ君の疫病神なの？私がアスカ君の目の前からいなくなればいいの？でもそんなの嫌だよ。僕が本気だってこと分かってもらえたかな。そうそう、君のお猿さんはよくやってくれたよ、お礼を言っておいてくれ。こいつ天心まで利用してたの？この卑怯者、男なら正々堂々と姿を現して。正々堂々か。そうだな、式神も役に立たないし、そろそろ本気で行くしかないか。俺にはメイリンの力が必要なんだ。必ずメイリンを俺のものにする。そっか、アスカ君今日まで入院なんだ。でもよかったじゃない、大したことなくってさ。うん、アスカ君大変だったんだってね。昨日試合に来ないんで心配しちゃったよ。あ、試合すごいじゃん。さすが優勝狙ってるだけのことあるわね。それがよ、その得点3点とも決めたのトキワッチなんだぜ。いや、まぐれまぐれ。いや、まぐれなもんか。トキワッチって全国大会2位の帝東学園のサッカー部だったんだぜ。へえ、すごい。ほほほほ。いや、俺はアスカ君が来ないんで。こうなったらさ、このままずっとアスカのポジションをドキワッチにやってもらおうかななんて思っちゃったりなんかしてさ。あっは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 っ。あ、ちょっと、なんでそんなひどいこと言うの？アスカ君昨日の試合ずっと楽しみにしてたのに。品川君小学校からずっと一緒なのに、そんなアスカ君の気持ちがわからないの？シナガールバカ！なんだ？
俺なんか悪いことしたか？おバカ、メーリン泣かすなんて最低。小西に嫌われちゃった。 あんた調子に乗りすぎなのよ。どうすればいいんだよ俺。ま、これからの身の振り方でも陰陽占いで占ってもらったら。陰陽占い、何それ？知らないの？今大人気の恋占いよ。恋占い？それどこでやってんの？ねえ連れてってお願い。何よ何よ、アスカ君の気持ちも考えないで勝手なことばかり言って。でもこうなったのもみんなあのメールのやつのせいだ。一体あいつは誰？この学校の生徒なの？焼けるよな。ほんとアスカってメイリンに愛されてるよな。なのにそんなメイリンの気持ちに応えてやれないあいつを見てると正直腹が立つよ。品川の言ったことなら気にしないで。俺こんなことでアスカのポジション奪ったりしないから。奪うときは正々堂々と勝負してアスカから奪うよ、ポジションもメイリンも。本気で君が好きなんだ。俺の彼女になってほしい。時はか、メイリンが言うようにこの世に運命の人が本当にいるなら俺の運命の人はメイリンなんだよ。でも私の運命の人はアスカ君だけだから。アスカなんかやめて俺にしろよ。俺だったらいつでもメイリンのそばにいてやる。どんな時でもメイリンを守ってやるから。ダメ、うん、ごめんなさい。ガキが、はあ、びっくりした。時和くんいきなりなんだもん。まだアスカくんにだってそんなことしてもらったことないのに。ほうほう、時和っちがそこまでね。いいじゃん、せっかくだから時和と付き合っちゃえば。へえ。私だったらやっぱり何考えてんだか分かんないアスカより時和っちにするな。断然かっこいいし。ちょっと何よ二人とも。私がアスカくん一筋なの知ってるでしょ。メイリン、女は愛されて付き合った方が幸せなんだよ。そんなこと言ってゆえちゃんいつもいい夜男振ってるくせに。私はいいの。神崎、そのさっきはごめんな。ううん、もう気にしてないから。ねえメイリン、放課後品川と三雲神社の陰陽占いに行くんだけど一緒に行かない？え、アスカ君のこと占ってもらえなよ。よく当たるって噂なんだって。あ、うん、よいしょよ、よいしょ、何やってんだよ母さん。あら、もう起きて大丈夫なの？あらじゃねえよ、何たくさん持ってきたんだよ。何って、お札よお札、厄除けのお札。あーちゃんに早く良くなってもらおうと思ってたっくさんもらってきたのよ。やめろよ、俺がそういうの嫌いだって知ってるだろ。あら、そう？じゃあこれは何かしら。なんだよそれ。もうとぼけちゃって。これ水晶八卦っていう風水のお守りでしょ。あーちゃんのバッグに入ってたのよ。これってメイリンがいつもつけてるやつだ。でもなんでそんなもんが俺のバッグに。あーちゃんがやっと風水を信じる気になってくれてお母さん嬉しいわ。ほっよっしょ、はっよっよっよっしょ。あ、うん。そっか、あの時あいつが。きっとそのお守りがあーちゃんを守ってくれたのね。アスカ君を狙っているのは誰？なんでアスカ君が狙われなきゃいけないの？我が風水を司るシェンロンよ、ハオユン・ライダー、この乙女の願いを叶えよ。北東の方角に尋ね人あり。鳥居、北東の方角で鳥居って言ったら三雲神社。
三雲神社にアスカ君を狙っている奴がいる。よし。わあ、ほんとすごい人気なのね。小西人のこと、もし悪い結果出たらどうしよう。何ビビってんのよ、だらしないな。占いってのはね、いいことだけ信じればいいのよ。しっかりしなよ、こういう時こそドーンと構えていればいいのよ。私ちょっと先の方見てくる。え、あ、ちょっとメリー。この神社のどこかにメールの相手がいる。占いに来られた方ですか？あ、はい。ようこそいらっしゃいました。あ、どうも。ではこちらへどうぞ。あ、でも順番が。メーリン手番一人でどこ行っちゃったのかしら。トイレじゃねえの？あったあった、今日の俺の運勢、全てにおいて大吉、特に占いについては良き答えを得られるでしょう。やったね。占いを占ってどうすんの。今日の占いは終わりました。へえ。またのお越しをお待ちしております。じゃあ俺の小西人の占いはなしに。はあ、かっこ。あ、メーリン、あの、ちょっとすいません。一緒に来た友達が奥の方に行ったきり戻ってこないんですけど。その方なら先ほど裏手からお帰りになりました。え、本当ですか？あー、メーリンったら。こちらでしばらくお待ちください。君の好きな人は君と一緒にいると不幸になる。この声だから、その男のことは忘れなさい。さすればその男への災いもなくなるでしょう。時和くん、時和くんがメールの相手？まさかそんな、そんなことあるわけないよね。驚いたかい？君が来てくれるとは思わなかったから嬉しいよ。時和くんがそんなことするわけない。だって天心を見つけてくれたじゃない。私を助けてくれたじゃない。実は俺の家は代々陰陽師の一族でね。だからさっきの占いは本当だよ。陰陽師。その昔、陰陽師と呼ばれる者たちは式神という鬼神を自由に使いこなし、魔物たちと戦ったと言われている。アスカの不幸は君が彼の元を去らない限りなくならない。君とアスカは運命の人どころか大凶の関係なんだよ。悪いことは言わない。アスカのことは忘れて俺と。いや、どうしたんだい？そんなことないって信じたかったのに。あのメールはあなただったのね。そうだよ、俺が運命の恋人さ。じゃあ天心を操ったり、式神とかいう恐ろしいもの使ったり、ハスカ君の乗ったバスを事故らせたのもみんな時和君がやったことなの？そうだよ、俺がやった。あのメールの送り主に会ったら絶対殴ってやるって決めてたの。なんで、なん
のためにアスカ君を襲うの？どうしてアスカ君を危険な目に遭わせるのよ？教えてよ！なんで？なんで？なんでなのよ！邪魔なんだよ、あいつ。メイリンの運命の人はあいつじゃない、この俺だ。君は俺だけを見ていればいいんだ。別に俺は乱暴なことしたいわけじゃない。時和くん変だよ、おかしいよ。俺の望むものは君だけだ。頼む、俺の彼女になってくれ。でないと今度こそアスカがどうなるか保証できない。脅す気なの？メイリンまだ帰ってないって。どこ行っちゃったんだろう。品川、アスカ、お前入院してたんじゃないのか？メイリンいるか？それがいきなりいなくなっちゃったのよ。いなくなった？それが変なのよ。私と品川と3人で三雲神社に陰陽占い見に行ってもらったらさ。三雲神社。あ、アスカ。アスカくん？君がどうしてもアスカを選ぶというのなら、俺は明日にでもあいつを消す。消すって？今度は絶対に失敗はしない。必ず消してやる。アスカを守りたいなら俺の彼女になれ。アスカくん、アスカくん。無駄だよ。助けて、アスカくん。呼んでも無駄だ。そいつはどうかな。アスカくん。時は、二度とこいつに手出すんじゃねえ。すっかりナイト気取りだな。それでこそアスカ君だ。行くぞメイリン。メイリン。アスカを守りたいなら俺の彼女になれ。時和くんは本気だ。俺、占いなんか信じねえっていつも言ってるよな。あ、うん。それは今でも変わらない。でもお前のはちょっと効き目があるのかもな。ん？これはアスカくんが持ってて。こうしてアスカ君といる時間が好き。照れくさそうに笑うアスカ君の笑顔が好き。いつまでもこうしていたい。この笑顔を失いたくない。もう二度と時和に関わるなよ。アスカ君大好きだからね。世界で一番アスカ君が好きだから。この気持ちはいつまでも変わらないから信じててね。なんだよ急に。ちょっと行ってみたかっただけ。もうアスカ君を危険な目に遭わせたくないの。だから私決めたの。バイバイ。決めたの。よ、アスカくん。なんか今日は朝から機嫌悪そうでちゅね。今朝はメイリンがうるさくついてこなかったから寂しいでちか。あは。うるせえんだよ。何がでちかだこの野郎。ねえねえ見た？今下駄箱のところでさ。見た見た。時和くんとメイリンでしょ。でもショックじゃない？あの二人が付き合い始めたなんてさ。何かが変わったかな。
話をするね。はーい。陰陽師とは平安時代の頃中国で生まれた学問を勉強した人たちで、今で言うと一流科学者に占い師を合わせたような人かもね。まあ俺はその上この美貌でスポーツ万能、困っちゃうな。というわけ、みんなわかったかな？お小遣いをたくさん貯めたいあなた、部屋の南西に貯金箱を置いてね。私の運命の恋人は絶対アスカ君なの、他の誰でもないの。でもだからごめんアスカ君。次回、偽りの恋人、ハオユンライラ、この乙女の願いを叶えよ。